はい、今日は中島みゆきのご機嫌いかがっていうね曲があるんですけども、これは全部漢字でご機嫌いかがっていうねタイトルですけど、これね、まああんまり歌ってる人はいなかったですけどもね、まあ何人かギター弾いて歌ってる人が、いましたが、大体全部女性の方でしたかね、で、まあこれをちょっとやってみたいと思いますけども、原曲のキーがカポ1の G で、イントロはねなんかねよくわかんない、なんかこのリズムだけみたいな、リズム、まあ、コードも入ってるんだけどね、多分あれ G とね Em みたいな感じの繰り返してる感じです、なんかね。で、まあ、G でここの、この辺の音でね、なんかこういうもっとこのリズムが入ってるんですけどね。で、こうメロディー的なね、こういうこういう感じでね、この最初のなんかこの出だしのところのね、このもしも離れ離れにって歌ですけどね、ここがなんかちょっと間延びしてるような感じに聞こえるのでね、ちょっとなんかこの間隔が長いような、よくこのね リズムがなんかこのなんていうかね、原曲あるんで聴いてみたら分かるんですが、まあそれをギター一本だけでやろうと思うとなかなかね、でまあこういうこういうメロディーが入ってるね。でまあ G に戻って、でここから。こういう感じなんですよ。で、まあ今こう僕が弾いてるのはとっても簡単に弾けます。これね僕がやってるのはね、その全然難しくない。全部この辺で弾けるんでね。でまあこのメロディーをねここのこう高いところでこういう風に言ってもいいんだけどね。こういくとね、ここがね、こう上に上げなあかんのでね、こういう感じでね、こうこっち側も使わなあかんので、まあ、ここでやった方が、これはまあ G のね、ここは G の。ここ押されてるのはこれ G のナインスの音ですよね。これ G だからドレミファソラシドってこう弾いたら、ここの音っていうのはこのレの音でしょ。
ここの次の音でね、ここの次の音っていうことは 9番目の音ってことですよ。だから G の 9th ってことですね、これでね。でまあこれ Em は、Em のまあ sus4、 sus4 というのはあの Em sus4 とは言わないんだけどね、 sus4 というコードっていうのはあの3度の音を4度に上げるのでメジャーでもマイナーでもないんですよね、言うたらね、 sus4 のコードですよ。だから Em sus4 というコードはないんでね。こうやってだけですね。で G からこうやってだけです。ここベースを押さえて、ベースを押さえてあのメロディーを弾くね。でこれ Em なの。Am で Em で Am に行って、で B のまあこれ B7 に行って D7 にっていう感じね、コード的にはあの合ってるかどうか知らないですよ、これもね。でまた繰り返して、ここは D7、このままこうやってだけですね、ベースを D にして、でこう機嫌でこれ Em なんですよね、 Em なんでここだけね。でこれ Bm7、 ここ1個飛ばしてこう3つ押さえてる、ここね。Bm7 はこことこう先こう押さえたのが小指でここで Am7、 まあここ押さえてもいいけど、まああの要はこことこことここと弾けば手離してもいいわけですよ。で Am7 ですよね。でここでメジャーの、音弾いたんだけども、要はラランラララランとこういう流れね、Am7 から A のセブンスに行って D に行く、こういうコードの動きできたの。これも合ってるかどうか知らないですよ、あのこの、A のセブンスコードがここで入ってるのかどうかわかんないけど、こういう流れだとここに入れたくなるよね。こうも離して、でベースここに持ってきて、これはこの A の Am、 いつも言ってるけど、この Am から A の Am7 から A の7ね、メジャーコードに行くのにこの音をここに持ってきてるだけですよ。これ同じ音なんで、だからこういう風にね、あの僕は弾いたんですけども、合ってるかどうか知らないですよ、これもね。でまた元に戻って、こんだけの曲っていうか、
でね、これもまあこの原曲キーで歌おうと思うと、男で歌おうと思って、もしも離れ離れになっても変わらないと低いんで、これだから G から C の C に変えてしまう。もしも離れ離れになっても変わらないと、あれほど誓った言葉が風に溶けてゆく。情けないものですね、あなたを忘れました。女は意外に立ち直れるものなのでしょう。ご機嫌いかがですか、私は相変わらずです。泣いてる日もあります、笑う日だってあります。氷の女初の手紙をしたためます。あなたも私をもう気遣わないでいいわ。こんな感じの歌です。なんかどことなくあのメロディーが吉田拓郎っぽいよね、この曲ね。もしも離れ離れになっても構わないと、ちょっとね、歌詞のうろ覚え。2番がね、なんかね血吐くんですよなんか血を吐いてとかいうのがあるよね。そうよそうよ、日々の暮らしは心とは別に行く。泣きすぎて血を吐いて、喉でそれでも水を飲む。人形たちのようなヒロインじゃあるまいし、嘆いていないわ、うぬぼれないでほしいのよ。ご機嫌いかがですか、私は相変わらずです。ご機嫌いかがですか、私を覚えていますか。氷の女初の手紙をしたためます。あなたも私をもう気遣わないでいいわ。で最後のワンフレーズが、涙で濡らした切手を最後に貼ります。ね、こういう詩で終わるんですよね、これ確かね。この最後の一行が中島みゆきっぽいよね。ということで、ご機嫌いかがっていう曲をちょっとねざっくりとやってました。あのコード等は適度にやってますんで、合ってるかどうかは分かんないですよ。でまあ、あのこういうのはね簡単に弾けるんです。この辺でね、だから一番高いところでここでしょ。この辺でね、ここだけで弾けるんでね、まあまあここを使ったりはしてるから、まあ、4つ目は使うんですけども、こんだけでね、こんだけで弾ける、ここだけで弾けるっていうね、こういうのはあのなんかこう手探りで弾けますよ、こうあのキーが G とかのやつでしたらね。ということで中島みゆきで、ご機嫌いかがっていうのをちょっとやってみました。